側にいてやったら中からはーいって聞いてやったら、あ、その人前も出たよみたいな仕事から帰ってくるとアイスを買ってきてくれる時があるんですけど、Hey guys, I'm Shibunese, it's Kathy Cat, and today we hit the streets of Tokyo and ask a group of Japanese students about some horror stories that they know about or that might actually have happened to them. And we got some real creepy horror stories. I was terrified, so you're in for a treat. Mentioning treats, Tokyo Treat is sponsoring this video. Thank you so much for that. More about that at the end of the video, and let's go and ask Japanese about their horror stories.私に一個ずつ怖い話をしてください。ハロウィンなんで。はい。トイレの花子さんってわかりますか？トイレの花子さん。花子さん。小学生の時に、花子さん呼び出してみようってなったんですよ。コンコンコンって、誰もいないところにノックして、花子さん遊びましょうって言うと、中からはーいって聞こえてくるっていう話があるんですけど、それ以来に住んでるお化け？学校のトイレに。で、やってたんですけど、最初はずっと外から男子とかが、ああ、いいとか言ってやってくるんですよ。でも、疲れて、じゃあもうこれ最後にしようって言って、もう誰も入ってないことを確認して、みんなこっち側にいて、やったら中から、ああ、いいって聞いて、って逃げて。しかもそこ、トイレじゃなくて、トイレとトイレの間の謎の空間、人が入れないようなところに向かってコンコンしたのに、声が聞こえて、もうみんなで一斉に逃げて、先生にすごい怒られたことがあります。うるさいって言って。怖いよおばあちゃんから聞いた話なんですけど、狐に化かされたっていう怖い話があって、おばあちゃんのおじいちゃん、すごい古い人なんですけど、夜に道わかんなくなっちゃって真っ暗で、それで女の人が通ったらしくて、でその女の人に方向を聞いて、その後家着いたんですけど、すごい足が水浸しになってて後ろ振り返ったら普通に道だったはずが田んぼだったらしくてそれで狐に化かされたっていう話を聞いてすごい怖かったですなんていうか、その聞いた人は、その女性はもしかして狐のスピリットみたいなだったんですかね。お化けだったのかもしれないって言ってました。でも一応家までちゃんとつぶりついたんですよね。だからいたずらだったのかなっていう。すごい、なんか面白い。超面白い。母から聞いた話なんですけど、昔母が住んでた部屋が2階にあって、結構動物とか多い地域だったんで、動物の足音とかよく聞こえるんですけど、なんかその日母が着替えてる時になんか明らかに動物じゃない足音が聞こえたみたいで、その家の駐車場に軽トラが止まってたんですけど、そのトラックに乗るような音が聞こえて、で窓の方を見たらおじさんがこうやって覗いてた怖い、はい、リアルな話ですね。その時どうなっちゃったんですか？もう声も出なかったって言ってました怖い、リアル怖い、リアル怖い、犯罪だよ、幽霊じゃなくて犯罪でした怖いからでもお菓子あげますよーしゃ、じゃじゃーん、皆さんに馴染みある？あります、あります。知ってるお菓子とか、なんかお化けが乗ってたりとか、こういう美味しそう、ね、チロルチョコ、ラズベリーチョコ、あーそうなんですね、なんてなんて言ったらお菓子もらえますか？トリックアートリート、イエーイ、レイゴートリックアートリート、イエーイ、レイゴートリックアートリート、イエーイ、ありがとうございます、よーし、撮ってください、ありがとうございました。Now I'm curious myself, what's in this Tokyo Treat Box? It's a subscription service that sends you cute Japan treats.
And since today's topic is Halloween, there's a lot of Halloween themed treats in here. So for example, we have the sweet potato. The moment it gets autumn, Japan loves sweet potato Kit Kats. And everything gets sweet potato, but especially also the Kit Kats. Halloween, pizza flavor. The same in your country, but the moment the Halloween season comes, a lot of packages will be Halloween themed, and they managed to find a lot of Halloween themed packages. There's also a Tokyo layer loaf, maple pumpkin. Ooh, caramel corn. It's become a little vampire. Look at the teeth. All right, there's loads more stuff in here. If you want to get your own box, check out the description box down below to see if you can get your own little Tokyo treat box get sent to you. I'm quite excited. There's a couple of things I'm gonna have to try later too. Thanks so much, Tokyo Treat! 去年、地下の温水プールのバイトをしてたんですけど、全部電気を消して、もう鍵も閉めて、出ようとしたら、なんかパチって音がして、電気ついて、なぜか。で、もしかしたら、そこが地下だったんで、1階の事務室みたいなところに、そういう電気押すところがあって、間違えて押しちゃったのかなって思ったんですけど、バーって戻って、その1階行って、電気つけましたって言ったら、つけてないよって言って、ちゃんと間違えて押さないようにカバーがしてあったのに、なぜか鍵を閉めた後に、その管理室みたいなところの電気がついて、なんか普通怖い話って電気消えるとかなのに、なんか電気ついてもめちゃめちゃ怖かったです。うわー、怖い。原因は今でもわかんない。わかんないです。けどやっぱり水回りって出るらしくて、なんか昔もなんかその、外見たら女の人が立ってるから、なんか関係者の方かなって外行ったらいなくて、なんか戻って、なんか女の人いたけど、なんかいなかったんだよねって言ったら、あ、その人前も出たよみたいな。出たよってこと、お化けってことですよね。なんかそういう、毎回そのみんなが言う格好、なんかコート着てる女の人みたいなのも一致してて、なんかやっぱりこうプールだから水回りとかだから出やすいのかなって言われてて、悪さはされてないんで大丈夫なんですけど、ちょっとさすがに夜9時10時ぐらいに電気ついたのは怖かったです。うわ、自分もこのコートのお姉さん見たんですか？自分は見てないんですけど、見たって言ってる人が2人ぐらいいて、めちゃめちゃびっくりしました。うわ、これちゃんと怖い話なので後でお貸し上げます。中学生か高校生ぐらいに忘れ物を学校にしちゃって、放課後も結構暗い時に取りに行った時があって、で、誰もいないんですけど、電気もついてなかったのに、トイレから水の流れる音が一回だけ聞こえたことがあって、それが怖かったかなって感じです。誰もいないのに。はい。日本のあるあるのトイレの花子ちゃんかもしれないですね。なんか、水が流れた音が聞こえたんで、急いでダッシュして、学校から出たんですけど。やだなぁ、やだなぁ、お貸しあげます。あ、トリートもらいたいときにはハロウィンでなんて言うんですか？トリックアトリート。それです。せーの、トリックアトリート。オッケー、じゃじゃん。いっぱいあるんですけど。かわいい。なんでこれにしたんですか？これちっちゃいときに飲んでて、めちゃめちゃ懐かしいというか、久しぶりに見たんで飲みたくなりました。おー、これジェリーのスーパープリング、ふるやつ、おいしそう。ありがとうございます。もちろんです。ありがとうございます。ありがとうございます。中のゼリーが今多分固まってるんで、振るといい具合に崩れてチュルチュルって飲めるっていうやつです。おお、できました。いただきます。振ったけどちゃんと炭酸があって美味しいです。ナタデココも出てきた。めっちゃ甘いです。めっちゃもちもちしてます。美味しいです。ありがとうございます。私が小学校ぐらいの時に、いつも夜お父さんが仕事から帰ってく
くるとアイスを買ってきてくれる時があるんですけど、でなんかその日もアイス買ってきてくれて、私はもう小学校で夜遅いから寝てたんですよ。でなんか次の日にそのアイスがある情報は知ってたので、アイス食べようと思って冷蔵庫見たらなんか私の分がなくて、アイスどうしたのって聞いたら、なんか昨日の夜あなた食べてたでしょって言われて、私知らない間にアイス食べてたっていう話です。寝ながら意識ないままアイス食べてて気づいたらなくなってたんです。本当食べたかったんですね。The Halloween treats were really popular from Tokyo Treats with the Japanese people. I'm sure they're going to be popular with you. There's a couple of real cool, specifically Halloween themed limited items in that box that you've seen. But not just that, they have another box here which is called Sakurako. So the Tokyo Treats one was full of October and Halloween. And this one here is going to the more mature, and this one is the Ibaraki Harvest theme. So this one actually contains traditional treats from Japan. So it's less pop and more culture. But get this little thing. And actually they write a little magazine with everything explaining the items, but also about different places in Japan so you can learn while you're actually enjoying your treats. And, ooh, comes with a little card here, a greetings card. Lots and lots of traditional Japanese snacks. Now, I know that the pop snacks are very popular on YouTube, but actually these traditional snacks are really popular with the locals here in Japan. So you can really learn about Japanese culture through them. So we, for example, have some rice crackers here. Savory things like the senbei here, there's a rice crackers. Yeah, check, I'm gonna actually have that one now. But this one's here look a little bit softer. These ones are shrimpy shrimps. Ooh. Seafood. Oh, well that's the good stuff. Which was your favorite of the Japanese horror stories? Let us know. And if you're curious to get your own Japanese treats and snacks subscription box, check the description down below for Tokyo Treats and Sakurako. Thank you so much for sponsoring us. I'm gonna devour this one later, and I'll catch you guys soon in the next video. If you're curious about Japanese horror stories or horror in Japan or Halloween, this is gonna be the next video that's right down your alley. Thanks for hanging out. My name is Kathy Cat, and I'll catch you soon on a video here on Ask Japanese. If you're subscribed, which I hope you are. So I'll catch you soon. Bye!